岸田再登板、うん、岸田再登板&岸田フォーエバーっていうねこれ可能性としてゼロじゃないですよ。でその室伏さんがねこの間話したのが、うん、要はその参院選までは石破に代表をやらせて総裁やらせて、うん、要は汚れ仕事全部やらせると、うん、で今回も裏金議員がやっぱだいぶ古いにかけられてたわけじゃないですか。で今度参院選でも裏金議員がおそらく十数人ね、うん、出てきてそこでもふるいにかけるわけですよ。で結局安倍派の議員とかふるいにかけたところで気がついたら自民党はもう岸田さんについていくっていう議員で固まるわけですよ、うん、でその岸田盤石体制が次の参院選で出来上がった瞬間にもうじゃあ俺が出るしかないかと岸田さんが出てくる再登板、うん、でそこで岸田フォーエバーっていうね。だその参院選のまでの間にひょっとしたら緊急事態条項なんかもね、うん、できれば入れていきたいっていうのが多分岸田さんの思いで、で実はこういう計画をずっと総裁選の前からずっと練って、で今回の総選挙、次の参院選挙、その後の自民党体制っていうの全部計画的にやってる可能性ありますよねっていうのが室伏さんのね、そうでしたね、考え。いやそれは可能性としてなくはないし、シナリオとして怖いけどね、最悪のシナリオなんだけど、いや面白いなと思って、うん、時期の問題でね言うと私はちょっと違う考えもあるんだけど今言った発想は素晴らしいっていうかねそう素晴らしい考えもあるタイミングですよね。つまり大統領選挙が終わってアメリカは日本を安定的に言うことを聞かせる国にしたい場合は、まあ、石破、ね、岸田というのは大変結構らしい そこのラインなんですよね、うん、そうなんですよ。だから、うん、例えばもう一つ言えば人気が全然ない時にね例えば女系天皇をまず強引に石破と野田にやらせるって、うん2人とも一致してますし、うん、それから経済論見たら経済政策見たら全く変わらないですよ野田さんと財務省主導のね見た目一緒ですよね政策見た目も一緒ですけど中身も一緒ですもんね兄弟みたいなもんでねあれまあ連立はやらないだろうけどもちろんただそういう感じのね、うん、流れで参議院選挙の前にパーシャル連合だけじゃなくて本当にね、うん、人が変わって維新とか国民民主まで入れて挙国一致内閣で行こうぜと、うん、こういうような形で大多数を国民し、ね、参議院で占めようというね、うん、こういうようなことは考える可能性もあるなという、うん、緊急事態条項っていうのはあれが一番くせ者であれをね、うん、仕込んできたのが統一だという節がかなり強いんですよ。でそれを猛烈に推進しているのが高市さんなので日本の岩盤保守層のバックにいるのが統一っていうのはやっぱりちょっと怖いことだなっていうことと緊急事態条項が入ることによってこう民主主義国家じゃなくなるわけですよ、うん、それ選挙できなくなるんだよね選挙いらなくなるわけです、うん、それとちょっとこれ、はい、緊急事態条項ってみんな一般的にね災害が起きたり戦争が起きたらね個人的な権限をね、うん、やるっていうんですけど日本の場合は特殊でこういろいろ感染症から何か全部壊れちゃうっていうね、うん、そうなんですよそこなんですよねそうエボラの研究所も作ってますからねで次パンデミックが ね、うん、起きるかもしれないですよ、うん、起こりますもんそれは、ね、だからそういうことも含めた緊急事態条項っていうのを ね皆さんに知っといてもらいたいというね強力に推し進めたいんですよ、うん、それはアメリカの、まあ、WHO も含めて世界の公衆衛生をコントロールしたい、うんまあ、大きなマーケットにしたいと思っている人たちもやっぱりそういう意味では日本は一番都合がいい、うん今回のあんまりこれ言うとバンされますからあれですけど